1570年頃の戦国大名の藩と、大名とは、もともとは、自伝の一種の灘の所有者のことを言い、灘の大将によって、大名、長名に区別された。平安時代末頃からこの語が見られるようになり、鎌倉時代以降は、大きな所領を持って、家臣団を形成した有力武士を大名と呼ぶようになった。平安時代末頃に、自伝の一種の灘の所有者を指す言葉として、 使用されるようになり、名田の大将によって大名、長名に区別された。鎌倉時代になると大きな所領を持ち多数の家子や労働を従えている有力武士を大名と称するようになった。南北朝時代から室町時代にかけては守護職が両国を拡大して大名領を形成したために守護大名と呼ばれた。戦国時代には 在地土豪の掌握を通じて一円地業化を推進して守護にとって変わった有力武士が戦国大名と呼ばれた。江戸時代には主に国高一万国以上の所領を幕府から六として与えられた藩主を指す言葉となった。一万国未満の武士のうち幕府直属の武士を直参という。ただし、大名の大義語である商名がその間に存在するため、 この定義には曖昧な面がある。江戸時代の大名はその封建領主と性格が中国の諸侯と性格を共有することから諸侯になずらえて大名諸侯とも称された。また歴史学上の用語としては近世大名とも称する。室町時代の辞書、節要集には大名、大名の二音を載せ、前者は主語、後者は千持の意であるとした。 戦国時代には音による意味の区別が薄れ、大名と呼ぶことが多かったとされる。17世紀初頭の日本辞書にも大名、大名の二音が掲載されているが、語義の区別は明確でなく、二音とも大量子としている。大名の音に定着したのは江戸時代に入ってからで、完成期頃にはもっぱら、大名と称した。琉球王国では、 紛りを治める掃除当職にあるものは大名と呼ばれた。掃除当職は通常、王子、アジ、親方の異界にあるものがついたので、彼らの損傷から御殿伝内とも呼ばれた。掃除当職のもとに位置する市村を治める脇地当職にあるものは大名とは呼ばれない。エビーに本来百科前書、大名。ありがとうございます。